って帰りたいと思います。ホークスの先発140番サウスポーの三浦瑞希でした。その立ち上がりです。ワンアウト一塁からここは野村大樹ファーストをよく取りました。そしてツーアウト2塁立って豊田はライトフライに抑えて0点に抑える上々の立ち上がりを見せていきます。一方のタイガースの先発は茨城だったんですが、初回ワンアウト1塁から正木がセンターヒット、そしてリチャードがフォアボールで満塁となって打席には野村大樹が入ります。変化球でした。しっかり捉えてセンターオーバーの2点タイムリーツーベース、ホークスが先制しました。なおも2塁3塁で谷川がライトへの犠牲フライ、ホークス初回に3点を奪います。制球が定まらなかった茨城、2回のピッチング、ワンアウト1塁2塁とピンチ、そして打席にはホークス柳町、センターへタイムリーを放ちます。ホークス4点目。その後も茨城のワイルドピッチの間に1点を追加して5対0となりました。3回からはタイガース2番手佐藤蓮がマウンドに上がります。この佐藤蓮良かったですね。良かったですね。本当に緩急もね、まっすぐもしっかり、勝負できてましたね。そうでしたね。三者凡退に抑えました。さあそしてホークスの先発三浦は4回もマウンドに上がりまして、2アウト1塁2塁ということになりましたが、最後は藤田を空振り三振0点に抑えました。そして5回です。ワンアウトランナーなしから遠藤、インコースのまっすぐで空振り三振、そして山田はライトフライに抑えまして勝ち投手の権利を得ました。さあそしてタイガースは2番手以降が非常にいいピッチングだったんですよね。そうですね。岩田選手もね、はい、本当にいいピッチングしてましたし、そうでしたね、ちょっとバッティングさせてもらえてなかったですね。そうでしたね。まあ、初回2回と先発の茨城からは得点を取ったんですが、2番手以降のピッチャーからは得点が奪えなかったホークスです。7回ホークスは2番手中村亮太、ワンアウト1塁2塁、これはよく中村亮太が取りました。そして第7球は空振り三振で抑えます。タイガースは7回4番手川原です。一気に空振り三振、笹川ライトフライ、そして代打の佐藤直樹は空振り三振、三者凡退に終わります。8回です。この回先頭の豊田がライトへのスリーベースになりました。佐藤直樹も一旦グラブに当ててたんですがキャッチすることはできませんでした。そして続く野口のショートゴロの間に三塁ランナーがホームに帰ってきます。タイガースで1点を返しました。そして8回5番手の石黒、佐々木見逃し三振、リチャード空振り三振、そして野村大樹はショートゴロに抑えます。三者凡退。さあホークスは9回3番手の風間球太がマウンドに上がります。2アウト1塁2塁というところまで来たんですが、中川に右中間を破る2点タイムリースリーベースヒットを放たれました。タイガース2点差に迫ります。そしてここでピッチャーが4番手の桑原にスイッチ、最後は豊田をショートゴロに打ち取りまして、ゲームセット5対3でホークスが勝利ということになりました。ということで今日の